岡田監督、おかん無理。オープン戦初勝利を挙げた阪神、岡田彰布監督は、そら、勝ちがつくって。そういう問題じゃないやろもうと、語気を強めた。ここまでは、選手の調整を優先してきた指揮官。15日の中日戦から、シーズン同様の戦いをしていく、方針を示していた。だから明日、名古屋でミーティングするやん、サインの、初めてと明かした指揮官。残り試合で開幕に向けて、チームでの野球を形成していく、考えだ。今日はもう、伊藤と村上が二人で投げれたからな。それで十分よと岡田監督。伊藤が5回に安打無失点の回答、村上が4回1失点にまとめた。共に開幕2カード目の1、2戦目に先発することが有力視されており。内容はまあ普通というかな。もうちょい出そうやけどな、伊藤はな。そら前回とは違うよ。7失点したピッチャーやからな。次に投げてうまいこと調整せなあかんわなと語っていた。開幕視野に入れたスタメン並べれば、そらそうよ。10回に1つは勝つやろ、本戦でも似たり寄ったりかもな、最下位決まりやろ。たかがオープン戦、半分2軍のロッテに対してベストメンバーの阪神、勝って当たり前。マスコミも、日本一監督の尊厳を尊重した質問してほしいわ、おーん。阪神ファンか、めちゃくちゃ嬉しそう。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。ここから怒涛の反撃開始ですよ。結局レギュラー陣だけで、新戦力の底上げじゃ、1ミリもなさそうやな。岡田野球の神髄や。過去オープン戦好調でシーズン入ったら、その逆やったことを思えば、むしろ、吉兆と言っても良いと思いますな。ちょっとホッとしたのでは。調整中とはいえ、吹けっぱなしはしんどいわね。内容も悪かったし。伊藤開幕カード避けたさせたか。どんでん監督も沖縄での伊藤での大敗に一抹の不安ありと見た。今日は勝ちに行った、主力選手を多く使って、ほぼほぼダメ指揮官終了って感じかな。やっぱり打線が弱いだけに、近本と大山が打ってくれると助かるな。勝ち負けより、伊藤様の完璧な内容に少しほっとしたんじゃないかな。伊藤、村上で、捕手が坂本フル出場で勝利。勝ちに行ったね。まあまだオープン戦、